こんにちは、梅垣真由美です。毒親シリーズのお話をしているんですけど、今日は初めて顔出しで挑戦しようと思ったんですが、その不幸にする親、断乳ハウスの親の洗脳の手口12個あるんですけど、その12個の手口、今日お店で撮影しているんですけど、ちゃんと本を持って本読みながらお話ししようと思ったら、来た瞬間に本持ってくるの忘れたと思ったんですけど、ちょっと覚えているので、その私の記憶の中でお話ししていきます。12の手口の3つ目なんですが、親が子どもの領域を過剰にコントロールしようとする手口、これが親の毒親の手口になります。子どもの領域を親がコントロールします。次回、今度は、明日の夜6時45分、それの例を挙げます。